動画をご視聴の皆様こんにちは。日産 YouTube チャンネル案内人の M です。はい、今日はこちらの車ですね。日産の新しい SUV、 そして新しい e パワー搭載車、日産エクストレイルです。つい先日ですね、フルモデルチェンジされました新しく T33 型となったこちらのエクストレイルなんですけれど、見てください、ナンバーがつきました。ということで今日はこの最新のエクストレイルに乗って、ちょっと試乗、そして市街地、短い区間ではあるかなと思うんですが、燃費計測を行ってみたいと思います。この新しいエクストレイル、エクストレイルということでもちろん四駆のモデルがラインナップにございます。 e-force と呼ばれる新しい四駆のシステムを搭載された四駆モデル、そして今日見ているのはエクストレイルの中でも G グレード、SXG と大きく3つあるグレードのうちの一番上級のモデルですね。今日はこのエクストレイル G-E-Force に乗って市街地の、そしてちょっとしたアップダウンがあるところを走って、この新しいエクストレイルの力を見ていきたいなと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということで乗り込みました新しいエクストレイルですね。ちなみに今外気温計31度、まあ、夏場この時期としてはちょっと涼しめの日ですが、だいぶ蒸し暑いです。ここでですね、ドライブコンピューターをちょっとリセットして、この後の燃費計測に使いたいと思います。このメーターもすごく大きくて見やすい。こちらの表示はアリアやオーラなどとかなり、まあ、近い、ほぼ同じのものですね。メーターの演出なんかもいろいろ変更してお好みの表示に切り替えることができるようになっていたりします。でこのエクストレイル、新しいエクストレイルのインテリアやエクステリアについてはつい先日の動画でもちょっとお伝えしてたものございますので、ぜひこれもご覧いただければなと思います。はい、それではですね、いろいろ細かい話したいんですけれど、まずはスタートします。新しいエクストレイル、私もちゃんと試乗するの初めてなので結構ドキドキします。それでは行きましょう。これすごい、この間もですね、ちょっと敷地内で福島日産の構内で、ナンバーつく前に少し試乗というかちょっとだけ走らせたんですけど、その時にもなんかすごい静かだなとか、なんかすごい乗り心地良さそうだなっていう感覚はあったわけなんですが、やっぱり一般道をちゃんと走ると違いますね。まだ300m ぐらいしか走ってないんですけど、でもすごい走り味というか、走り出しの滑らかさ、こういったところがですね、正直言います、アリアに乗った時と感覚すごく近いです。でこれどういうことかっていうと、例えば今オートブレーキホールドで止まってる状態なんですけれど、ここからスッと加速する時のこのスッと滑らかに走ってくれる、このなんて言うんでしょうね、アクセルを踏んだところから、ノータイムラグにスッと走り出す、これ e パワーとしてもみんな大体そうなんですけれど、それでもやっぱりこう走り出しの良さっていうのがすごく感じ取れます。でなおかつですね、走ってる時のこのロードノイズとか周りの車の音が車内にほとんど入ってこない、こういった車内の車の中の静粛性がですね、アリアに近いものを感じます。アリアは静粛性だったり乗り心地の観点でもう日産の中で、日産車の中で随一と言っていい車なんですけど、それに匹敵します。でなおかつ今日乗っているのが e-force 四駆のモデルということで、この e-force という、四駆システム、これはアリアで最初に発表されました。まだアリアではでも搭載されているモデル、発売していないんです。アリアは今 B6 の肉のモデルという、まあ、肉のモデルだけ、ご購入いただける状態 でまだお待たせをしてしまってるんですけれども、このエクストレイルに先にこう世に送り出されました e-force、 e パワーということで駆動、車を走らせる力っていうのは 100% モーターです。これはすべての e パワーがそうです。エンジンは搭載されているんですが、
そのエンジンは発電専用、エンジンを回して、ガソリンを使ってエンジンを回して発電した電気を使ってモーターを回す、そういう動きをしてくれる車になってるんですが、この e-Force はフロントのタイヤ、前のタイヤを回すのはモーター、そしてリアを回すのはリア専用のモーターなんですね。前後それぞれに一つずつモーターがついている、そういう仕組みの四駆なんです。で、この四駆システム、前後それぞれにモーターがついていますよというのは結構実は長い歴史がありまして、例えばあの E11 型初代のノート、これの四駆も実は後輪を回すのはモーターだったり、でまた世代が新しくなって現行型のノートやオーラ、これの四駆、そして先日発売されましたキックスの四駆、これもすべて後輪を回すのはモーターで、なおかつ e パワーの四駆ということで結構後輪のモーターもパワー強いものを搭載していたんですが、このエクストレイルは e パワーの四駆と言わないんです、 e フォースなんです。はい、より高次元に進化している四駆モデルなんですね。で特にですね、この後輪に搭載されたモーターがこれまでの e パワーの四駆と比べてよりパワーの強いものになっています。さらにこの前後の、強調制御をする、そして強調回生ブレーキということで、よりこの前後のこのパワー配分だったり、この減速の力、こういったところをより発展させて、かなり精度の高い精密なブレーキ制御を行ってくれる。でさらにこれ言うことがたくさんあって大変なんですけど、例えばコーナリング時などにも前後左右のタイヤにかかるパワーの配分、そしてブレーキ力を制御することによってスムーズに曲がることができる、そういうちょっとですね、かなり高度なシステムが搭載されているんですね。でそれによってこのエクストレイルの走り味がすごいことになっているという、ここまでは私の事前情報です。ここからは、走り味に行きたいんですけど、ごめんなさい、もう一個だけ説明させてください。このエクストレイル e パワーということで発電用のエンジンが搭載されていますという話をしました。でこのエンジンがとても特別なものを使っているんですね。今回のエクストレイルに搭載された発電専用のエンジンなんですが、 VC ターボと呼ばれる 1.5 リッターのターボエンジンで、かつ VC というのは可変圧縮比エンジンと呼ばれるものを使っているんですね。なんだそれ、可変圧縮比ってどういうこと？これがですね、可変圧縮比エンジンというのはどのエンジンにも圧縮比というものが設定されています。これはエンジンがこう回って中でピストンが上下しているわけなんですけど、このピストンが上がった時、つまりその中に入ったエンジンの中に取り込まれた空気と、そしてガソリン、この混合気をぐっと圧縮させて、それを爆発させてエンジンを回す力に変換しているわけなんですけど、この圧縮する時の力ですね、これが変わるエンジン、これ夢のエンジンと言われるんですけれども、どういうことかと言いますと、普通はこの圧縮比ってどんなエンジンも固定なんですよ。圧縮比は変えることができないので、その車、そのエンジンの特性、狙った性能を出すためにいろいろこう調整をされているわけなんですが、パワーと燃費のバランスというのがどの車もこうちょっとポイントを作って調整をされているわけなんです。でこの可変圧縮比エンジンはそれが変わるんです、変えることができるんです。なので求められるシーンに応じてパワーを優先するのか、それとも燃費を優先するのか、そういったところがうまく調整して美味しいところだけを取る、そういうことができるものになるんです。 でもこのエクストレイル e パワーです。つまり走行そのものはモーターだけで、エンジンのパワーは走る力には直結しません。ですがあえてそこで可変圧縮比エンジンを e パワーに搭載したというのにはもちろん理由があります。 e パワーとはいえ、じゃあずっと効率のいい
燃費効率のいい部分で発電を行う。もちろんこれも行えますが、それだけだとパワーが不足してしまう部分がある。特にこのエクストレイルの e パワー、車両重量もそれなりにありますし、車も大きいです。でまた SUV という特性上、例えば荒れた路面を走る、急な坂道を走る、そういった時にもっともっとパワーが欲しい、快適な走りを楽しみたい、そういった時に一気に電気を使いますよね。そうするとどん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 電気は使われるので、リチウムイオンバッテリーも持ってるんですけど、そこに貯められた電気を使い切ってしまいます。そうするとパワーが足りなくなる、ちょっと出力が落ちてしまう、そういうことが発生し得るんですが、そこをカバーできるのがこの可変圧縮比エンジンということで、普段のこういった街中の走行では圧縮比を上げて、よりパワー効率の、燃費効率の高いところで発電をする。でいざパワーが必要だ、より力強い走りが必要だとなった時には、そこで圧縮比を変えることによってパワー寄りな、燃費は犠牲になりますが、より発電がたくさん行えるような、そういう、制御をしてくれるという、伝わったでしょうか。あの細かい話をしましたが、まあ簡単に言いますと、 e パワーのこの発電の力、燃費優先で発電をすることもできれば、パワー優先で大きい力を一気に出すこともできる、そういう仕組みを持っているんですね。でなおかつターボを搭載しているターボエンジンなんです。これターボエンジンだと一般的にはちょっとこう燃費的に不利だと思われたりもするんですけど、ここは可変圧縮比エンジンの特性をうまく使って、燃費をカバーする。そしてじゃあなんでターボが欲しいのかというと、もう一つあって、車の静粛性、エンジンの静粛性の向上にもつながる。これはターボにすることによって、回転数を、そこまでエンジン回転数を上げずにしっかり強い力を発揮できる、そういったことをやってくれるわけなんですよ。すごいですね。ということで、このエクストレイル、新しい e フォースを搭載した e パワーのエクストレイルが世に送り出されたというわけなんです。はい、ひたすら喋りながら、結構走ってきました。興奮してひたすら喋り続けちゃったんですけど、ちょっとここからですね、ちゃんと市場の話をしましょう。走りの部分をいろいろ見ていきたいなと思います。はい、まず静粛性ですね。今ちょうど隣を泥工事してるんですけれど、そういった音もすごくよく抑えられている。このエクストレイルですね、フロントのウィンドウ、フロントの窓が二重の合わせガラスを採用しています。これはオーラやアリアにも同じく二重のこの合わせガラスを搭載することによって、よりガラスの厚みが増している、そして外からの音をシャットアウトしてくれる、そういう機能が搭載されています。アリアの場合はこの二重の窓、後ろもなんですけれど、エクストレイルはフロントだけです。ですがとはいえですよ、これ静粛性本当に高いです。すごく静かで、今走ってきた道路も結構ロードノイズ大きいような箇所なんですけれども、すごくよく抑えられていますね。でこのエクストレイル、走行モードが5つ用意されています。オフロード、スノー、オート、エコー、スポーツと、5つのモードがあるんですけど、今ノーマルで走ってました。オートですね、オートで走ってました。こちらいろんな、まあ、もちろん路面の状況とか走りの気分に合わせて変更するんですが、今オートモード、そして E ペダルがこのエクストレイル搭載されています。これはアクセルペダル1本で、加速はもちろん、アクセルペダルを緩めることによってしっかりこの減速を行ってくれる、そういった機能が搭載されているわけなんですけど、これはもう他の EV 車種、アリアやサクラ、ギフ、そして他の e パワーの車種の中でもこれは同じような機能ついてますので、まあ、ちょっと詳しい説明は割愛させていただきます。まあアクセルを離すとしっかり減速をしてくれるんですね。でこの減速力も結構しっかりできていますので、今もアクセルペダルを緩めるだけで減速しますね。クリープ走行ぐらいまで減速して、最後だけしっかりブレーキを踏んで、完全停止をするという、そういうものですね。はい、スッと、このですね、スッと加速をするっていうこのシーンが、これは e フォース前後のモーターで駆動する、
その制御をしてくれるというのはどういうところに役立つかというと、今みたいなこうグッと加速をするシーンとかで、まあ、基本は FF フロント駆動の車になりますので、そういったところでこう加速をするとグッと頭が持ち上がるような、そういうイメージになるんですけど、それがですねこの車加速時はギアにより駆動力を伝えることによって、車がスッとこう上を向かない、上を向かずにフラットの状態で走ることができる、そういう制御をしてくれるんですね。でまたですねこのパワーが本当に強いです、これはこの加速感はですねちょっと改めて試乗するときに高速道路なんかも走りたいなと思ってるんですが、そういったシーンですごく気持ちのいい走りをしてくれるんだろうなっていうのがもう分かりますね。減速の時もこの前後のモーターのパワー配分っていうのが役に立ってまして、今度減速です、回生ブレーキを使うということで前後のモーターの回る力を利用して減速をするんですけれど、普通だったら減速するときってグッとフロントが今度は沈み込むようなそういう動きを見せるかと思うんですが、それがうまく前後パワー配分、減速の力を配分することによって、これもフラットに車の姿勢を乱さずに減速することができるということで、これが、まあ、今本当すごい緩く減速をしたようなそんなシーンですけど、それでもですねなんか不快感がない、まあ車を運転していると減速すると車が前がフロントがグッと沈むものだという、まあそういうのが、まあフロントが沈むというかお尻が持ち上がるというか、そういう挙動をするというのがまあ当たり前のことのようになっているので、普通の運転の中で気にすることはないんですけど、でもそれってちょっとストレスなんですよね。なんとなくなんか不快感があるから減速嫌だなとかブレーキ踏みたくないなとか、そういうことが、そういう瞬間があるのかなと思うんですけれども、この e-force それがないです。至ってフラットにこの減速動作を行ってくれる、この感覚がですね本当に魅力です。ここまでですねちょっと興奮したエクストレイルの新しい e-force の機能だったりとか VC ターボについてとか、そういった話ばっかりしてしまったんですけれど、ちょっと改めてこう運転席乗ってみるとですね、結構視界は広くていいなというのが素直な印象ですね。ここまで運転してきて乗ってきて運転のしづらさっていうのが全く感じないです。で私普段はですね一つ前のモデル T32 型のエクストレイルのハイブリッドに乗っています。この新しい T33 型のエクストレイル、全長は T32 よりも少し短くなりました。で一方で、車の幅は若干広がってます。でもそこまで数値的に大きな差ではないんですが、とはいえ幅広になるとちょっと運転しづらくなるなんていうイメージもあるんですが、そのあたりはですねそれほど気にはならないかなと思いますね。で一方でこの車の中の広さ感、ボリューム感っていうのはなんか何ででしょうね、新しいこのエクストレイルの方がなんか車の中広く感じるんですよね。このあたりどう、まあ実際にちょっと広くなっているのかもしれないんですけど、あとはデザイン的な部分とかでもこう全体的な室内の広がりっていうのが感じ取れるかもしれません。例えばこういったフロアコンソールの部分、これもこのコンソールがグッと幅広めに取られていて、なおかつちょっと高めということで、まあそういったところでこう左右の助手席との距離感というのもちょっとこう広くなっている、そういうところも車のこう運転してての広がり感、上質感とかにつながってるかなと思いますね。モード変えましょう。スポーツモードに一気に切り替えます。はい、減速から加速しつつ、結構強い雨が降ってきましたね。この雨の音せっかくなので。